さあ準備完了、スタートしました。第10競走シルバースパー賞スーパージョッキーズトライアル2010の第1戦であります。外からまずバルクが出てまいります。バルクが出てまいりました。内をついては小山ハリケーン、あるいはひばりエクスプレスと前には固まっていきます。その直後も集団という状態になりました。ロスチャイルドキー、あるいは1番のリザルトなど固まって、先団は4頭から5頭が横に広がった状態であります。向こう正面に出てまいりました。さあ先手を取るのはどうでしょうか。まず青い帽子6番の小山ハリケーン、杉村和樹が上がっていきました。外には的場組用のバルクがつけております。その後ろですがロスチャイルドキー、山口伊佐を残り 1000m を通過です。ひばりエクスプレス、岡崎潤、その直後にはゴールデンクリーク、小林俊彦です。外目から中和バロン、川原翔一上がっていきました。8番きらめきパスワードは東川正則、中段1、2番のアポロパトリオット、岡部誠で残り800の標識を通過です。やや交代加減、1番のリザルト、戸崎啓太、かわして上がっていこうというのが手羽ギア、これは鞍上が北海道の服部隆文であります。さらには赤い帽子3番の今野忠成、鞍上でありますがケイジートレチャーであります。後方にかけまして外目を追走しておりますのがフェニックスクイーン、酒井秀光です。さらにその後ろでありますが黄色い帽子が追走しています、7番の手羽ギア、さらには赤岡修司、鞍上祭りダベスト、後方にかけましてライクトニーであります吉原博人、4コーナーカーブから直線コースへ向いてまいりました。さあ先頭に立っている独走体制か、早くも小山ハリケーン5馬身6馬身7馬身独走に入っている。鞍上は杉村和樹、200の標識を通過であります。あとは横に広がってアポロパトリオットうちきらめきパスワード、あるいは3番のKG トレジャー上がってくる、大外筋でフェニックスクイーンなど、この辺りゴールデンクリーク、しかし独走体制だ、6番の小山ハリケーン、杉村和樹20ポイント獲得、2番手8番きらめきパスワード、3番手には7番の手羽ギアがつけました。圧勝劇でした。6番の小山ハリケーン、鞍上は杉村和樹、荒尾の杉村和樹がまずは20ポイントを獲得しております。